球全国大会が始まって100年。興奮と感動を呼んだ名勝負の秘密が今夜明らかに。レジェンドが語る名勝負の秘密第3夜はウイウイしさの快進撃です。そして今夜お供していただくのは漫画家の薬満さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけで今夜のテーマ、はい、ウイウイしさの快進撃というわけなんですが、まあ、高校生となりますとね、はい、3年生だとおっさんみたいなのもいたりするんですが、そんな中に1年生が入ってくると余計目立つんですよね、はい、中学校卒業してまだ4ヶ月かそこそこですから、はい、その中で活躍するというのは相当の度胸といいますか、かなりのメンタルを持っている。持ってますよね。お兄さんたちとやるんですからね。それでは快進撃のレジェンドをご紹介いたします。1980年夏1年生Sで快進撃を続けました荒木大輔さんです。お願いします。お願いします。さあ、というわけで荒木さんは5期連続で甲子園出場というわけで、はい、通算12勝、旧制中学時代を除けばエースとして出続けているのは前回出演いただいた桑田さんとお二人のみと、はい、すごいですね。連続出場1年生ですと、はい、何かこう怖いもの知らずというかそういうのができなくて当たり前みたいな、そういうちょっとまあ開き直りみたいな、そういう気持ちの中でプレーしていたのは覚えてますね。まあ、実力もさることながらね、はい、そのアイドル的人気がね、はい、まあ、いろいろ面はゆい面もあったかもしれませんけど、もうほっといてもそうなっちゃったですからね。ああ、大変でした。まずは実力も人気も兼ね備えた荒木さんの甲子園衝撃のデビューです。昭和55年夏、早稲田実業は 1,2 年生が主体のチーム。当初は全く注目を浴びていませんでした。迎えた初戦、マウンドに上がったのは背番号11をつけた1年生エース荒木大輔投手16歳でした。相手は優勝候補として注目されていた大阪の北陽高校。地区予選のチーム打率は3割7分4厘、出場校の中で最強の打線でした。この強敵を相手に1年生が驚きのピッチングを見せます。あっと振ってしまいました。三振です。キレのある速球は打者の手が出ない外角低めに決まります。鋭く落ちる変化球、ストライクゾーンから逃げていきます。5回まで1本のヒットも許しません。いやー、すごいですね。1年生でこの初めての甲子園というのはどういったお気持ちでしたか？本当に憧れのね、地なので、はい、もう本当に緊張感もうそれだけですね。5回ぐらいまでほとんど覚えてないんですよ。すごい落ち着いてるようにね、はい、VTR では気がついたらもう5回ぐらいになってたんですよ。そしてノーヒットノーランがささやかれ始めた6回、流し打ち、三塁線飛びついた、フェア、一塁高い球です。これがヒットとなり記録が途絶えます。しかし全く動じません。ピンチを見事に抑えます。冷静です。1年生ですもんね。無失点のまま9回、真正面セカンドに送って試合終了。許したのはあの内野安打の1本、あわやノーヒットノーランというピッチングで優勝候補をねじ伏せ、一気に日本中の注目を集めたのです。1安打ピッチング、いや、もう出来すぎも出来すぎだと思いますね、はい、前日の夜とかっていうのはどういった状況でしたか？まずは監督に荷物をまとめろって、はい、荷物をまとめろ、帰る準備してから球場に行くからお前ら荷物まとめとけって言って、というのそれはある意味縁起が悪いと言いますか、負けたらおしまいなわけじゃないですか？明日帰るぞっていうふうに言われたんですよ。はい、僕らも当然ねこの人何言うのかなとか思いながら聞いてたんですけど、まあ監督に言われたんで、はいはい、もう荷物まとめて部屋の隅に並べて、それで出発したわけですけども、はいはい、
逆に退路を立てということなんですかね。ですかね。ちなみに荒木さん、高校に入ってもすぐにやはりエースとして、高校1年の春に入学直後に試合出させてもらったんですが、はい、デビューは三塁手だったんですよ。ピッチャーじゃなかったんですか、はい、これどのあたりからこの甲子園の夏マウンドに上がる経緯というのを。エースの方がですね、大会直前にバント練習してる時にふくらはぎに投球を受けてしまったんですよ、はい、マシンの投球を、うん、ある種急遽投げなさいみたいな感じで、行くぞみたいな感じで言われてマウンドに立ちました。その舞台に立つというふうに決まった時っていうのはどういった思いでしたか。いや、もう嬉しかったですね。人の怪我を喜ぶわけじゃないですけれども、そこでもういきなり初戦から投げさせてもらえるわけですから、もう嬉しくて、勝つとか打たれるとかそういうことじゃなくて、マウンドに立てるっていうこの喜びだけですね。2回戦、甲子園の歴史に残る1年生エースの快進撃が続きます。この試合も許したヒットわずか3本で無失点。そして3回戦は奪三振ショー。ああ、いい球ですね。三振。全部シュート回転してるでしょ。あれがなんとなく自分で分かったんですよ。あれもうほとんど狙って投げてて、あれを右バッターの時もちょっと甘めにベースに乗せるぐらいの感覚で投げたりとか、ボールのご自身の癖といいますか、そういうものをしっかり利用した中での投球だったと。はい、高校野球ってこうやったら抑えられるのかなみたいな、なんとなく自分で分かったんですよ。曲がることを前提に、ね、はい、配球していく。だから冷静ですね、本当ね。冷静でね、すごいですね。癖玉を生かして10個の三振を奪っての完封勝利。1年生エースの活躍につられ、チームメイトも伸び伸びとプレー。当初注目されていなかった早稲田実業は目を見張る躍進を続けます。すごい快進撃が続いて、2年生3年生のこう対し方みたいなのは変わってきたりしなかったんですか。途中からもう荒木先輩なんて言うようになったり全くないですね。はい、もう本当は1年生のまま、うん、よく僕にいたずらちょっかいを出してくる先輩でリラックスさせてくれた。荒、うん、木投手は初戦から3回戦までなんと1点も与えず、準々決勝も無失点で完封。そして準決勝も完封勝利。ここまで44回3分の1を無失点。それは夏の甲子園の連続無失点記録45回の更新にあと1回と迫るまでになっていたのです。さあ、改めてですね、1回戦からのスコアをちょっと表示していきたいと思いますけれども、ゼロが続きましたね。最初の出場の時にほぼほぼ完璧、ものすごい冷静なんですよね。いや、すごいですね。どうしてここまでこういった成績が1年生残せたと思いますか。1試合1試合が大きな自信になっていったのは覚えてますね、はい、やっぱ試合から得るものっていうのはやはり練習から得るものとやっぱ格段に違うものってありますか、はい、自信がもう大きく得られるので、うん、これはもうすごいです。どうやったらいいコースに行ったり、バッターが打ちにくいボールになったりするのかなっていうのはやっぱり途中からやっぱり考えるようになって、そこがまた1年生なのかもしれないですよね、はい、一番こうガンガン吸収しちゃって、何か不思議なパワーがやはりあったみたいな。甲子園によく魔物がいらっしゃる、はい、いらっしゃるって言い方変ですけど、はい、もう完全に僕は魔物がうちの学校に降りてきた感じがしましたね。その感覚っていうのは、はい、ね、先輩たちもですね、こんなに上手い先輩たちじゃなかったような気がするんですよ、はい、あんなに僕守備上手くなかったと思うし、あんなに打てなかったと思うんですよ、予選の時とか。この人なんか全く打てなかった人なんですよ、はい、いい魔物なんですね。いい魔物が、はい、オクラのとこに置いてきてくれた魔物はいい魔物ですね。あれ、あまりいたずらもしない、みんな動きいいぞみたいな、はい、大活躍の荒木投手、その周りはとんでもない状況になっていました。宿舎から試合に向かうところをファンが待ち伏せ。連日甲子園のスタンドは女性のファンで埋め尽くされました。
T シャツも。すごいですね。こういうものがもうすでに販売されてたんですか、こういうもの。だからこれ自分で お手製、作ったんじゃないですか。にしては完成度が高い。すごいですね。本気度が伝わってきますね。いや、これかなり本気度を伝わってきますね。はぁ、あ。帰りのバスに向かうのも、ガードマンが人垣を作って守ります。うわぁ、ほんとだ。他の選手も気恥ずかしいでしょうね。みんな荒木のなんだけど、一応俺もみたいに行くな。練習場にも荒木投手を一目見ようと、女性ファンが殺到しました。アイドル雑誌や週刊誌も荒木投手を追い続け、大ちゃんフィーバーとなりました。あの高校野球の聖地たる甲子園が、はい、うん、途中からアイドルのコンサート並みの、まあ、騒ぎになっちゃったわけですね。もう野球雑誌のみならず、そのそれこそグラビアアイドル並みのね、うん、あの雑誌に載ったりとかね、うん、普通に野球雑誌以外の取材とかもやはり、あの女の子の高校生向けの雑誌が、はい、やったりとか、これはポーズに応じたりしてたんですか。そうです、これは井の頭公園なんですけど、そこでちょっとやってみて締めてくださいみたいな。こちらもこれユニフォーム姿分かりますけど、ちょっと右側下のこの頃から出てきたんですね、こういう遠巻きにあのアラのショットを撮るっていう、ね、生着替えですよね。なんかあの同級生となんかこの話したような気がしますね。やばいなみたいな。こういうのは明らかに荒木大輔が多分最初ですね。その前のこうアイドル的人気の出た人もいましたけど、うん、その頃はまだこういう文化はなかったですからね。はあ、しかもこの荒木大ちゃんフィーバーが社会現象になったことの一つとして、はい、大輔っていう名前がね、うん、当時のこう新成人、はい、命名されるケース、連続でずっとその大輔という名前が1位になって、あれ最近大輔増えてきてんなみたいな。確か松坂もそうですよね。はい、そうです。松坂さんのお母様がファンでっていう由来ですよね。だから僕あの松坂君が甲子園出た時にスタンドまで、はい、あの松坂君のお母さんにですね、はい、挨拶に行って、いつもお世話になってますってことで、何のお世話になってるか分かんないんですけど。さあ、そしていよいよ1年生エース荒木さんが夏の大会の決勝戦を迎えます。早稲田実業、夏の初優勝なるか、そして連続無失点の大記録なるか、日本中が注目した決勝戦です。迎えた決勝戦、甲子園には4万8000人の大観衆が詰めかけました。決勝の舞台というのはやはり違ったものなんですか。雰囲気はやはり違いますね。独特なものがありましたし、相手は横浜高校、大会屈指の左腕愛校武史投手を擁していました。1回表、早稲田実業はワンアウト二塁三塁のチャンスをつかみます。おや、やりました。早稲田実業1点を先取しました。そしていよいよ16歳の1年生エースがマウンドに上がりました。大会記録の更新に注目が集まります。荒木大輔は44回3分の1無失点、今日この1回を投げ切りまして無得点に抑えますと1大会での記録を破ります。やはりこれは意識はされてましたか。もう本当この大人の人たちは人にプレッシャーかけてるのかなというぐらいの感じですね。もうそうですよね、はい、きっと記者の方たちとかだと、もうインタビューお話を、ね、聞くとなればその記録のことを触れてっていうふうになりますね。向こうは向こうでね、絶対そういう質問になるのはもう、はい、今となってはもう分かりますけれども、はい。カーブに合わせましたが、セカンドが追いつき、ファーストに任せました。ワンアウト。あとアウト2つで連続無失点の新記録。続く2番バッター、ここで突如コントロールが乱れます。これもちょっと高めです。3番愛校選手に対してはセンターへ、左中間へ、ランナー三塁へ、ランナーは一塁へ、一塁三塁。
これまで自在に操っていたクセ玉が打たれてしまいます。決勝までの5試合を連投してきた荒木投手、球数は554球に達していました。そして投じた555球目さあサンタは抜かれた、同点です。ついに点を取られました。取られましたね。無失点記録は消えました。疲れはどうだったんですか。もう麻痺してますね。リトルリーグから野球始めましたけど、はい、その連続で完封なんていう あんまり記憶がないので、どっかで必ず打たれてるので、はいはい、記録が途絶えた直後、あ、防具でしょうか、はい、防具です、ね、プレートに足を添えてボールを落としてしまいました、はい、野球人生で初めての防具。決勝戦は3回で5失点。快進撃を続けてきた1年生エースはマウンドを降りました。そして横浜が6対4と2点リードで9回、16歳の快進撃は準優勝で終わりました。得点の後のボーク、はい、ボール落としてしまいましたけど、あれっていうのは多少動揺とかあったんですか。動揺はしていた記憶ないんですね。リトルリーグの時の監督に、はい、ボールはもう本当に軽く持ちなさいと、もう本当に生卵を持つようにもう軽く持ちなさいという感じで教わってたので、それはずっと守り通したんですね。でやっぱりちょうどたまたま当たってしまったわけです。ただこれ見てる方からすると、はい、1年生エースが1回戦から頑張って、うん、もう今も突き果てるその直前みたいに移ったんじゃないのかなと思うんだよね。今までずっとゼロ更新が続いて得点を取られた後のあの瞬間でしたから、バテバテなんじゃないのか荒木大輔みたいに見えちゃったかもしれないね。あれでね、この1年生で決勝まで行ったというのはどういうものですか。高校野球のやっぱり、最初に入学して4ヶ月後にもう最高峰を見られたわけですね、はい、高校野球の。そうですよね、はい、ですからやっぱり上には上がすごくいるんだなっていうのを感じさせられたのがやっぱりこの大会なので、であの甲子園球場で試合をすることによって自分たちってこんなに成長できたっていうものも感じられたので、甲子園を沸かせた多くの選手たち、それぞれの初めての甲子園です。まずは1年生で出場し大活躍した選手です。清原和博選手、1年生から PL 学園の4番に君臨。決勝戦では甲子園初ホームランを放ち見事優勝をつかみました。大阪桐蔭の中田翔選手は1年生で5番バッター。そのパワーを見せつけました。ピッチャーだったんですもんね。投手としても活躍、ベスト4に進出する原動力となりました。最初は悔しい結果で、それをバネにした選手たちもいます。1年生で星稜の4番に座った松井秀喜選手、その夏は一本のヒットも打てませんでした。大人ですね。風格があります。一生打てなかった。そうなんですね。そして2年生の夏に初めてのホームラン、ベスト4に進出しました。1年生の時にはベンチに入れなかった駒大苫小牧の田中将大選手、初めての甲子園は2年生の春。好投するもチームは2回戦で敗退。その年の夏、どの選手も高校時代のがフォームダイナミックな人多いですよね。成長したエースは全国優勝を成し遂げました。甲子園で勝利をつかめなかった選手もいます。あ、イチローさん。
愛工大名電のイチロー選手、2年生の夏に初出場、3番レフトでした。全然振り子じゃないんだね、高校生の時は。打ったヒットは1本だけ、初戦で敗れました。3年生の春にエースとなって再び出場、しかし優勝候補を相手に2対3と1点差に泣き、初戦で敗退しました。甲子園を沸かせた選手たちの成績が出ていますけれども、まあ、順調に、ね、優勝までこう行った選手もいれば、そういう選手ってこうリアルに記憶があるんですよね、はい、当然もその当時からスター級で、うん、ところがイチローあたりになるともう初戦で敗退してるんで、ね、当時の記憶ってないわけですよね、はい、後になってとんでもない選手になっちゃっていろいろな思いがあるんですね、やはり甲子園っていうのは、あのやはり負けると、うん、やっぱり悔しさっていうのが出て、はい、自分たちに何が足りなかったのかっていうことを持ち帰って、うん、そこでもう一度こう練習を積んだり、高校野球ってあの甲子園大会って、はい、勝つ学校って1校だけじゃないですか。そうですね、だからあとはもう全部負けるわけですから、はい、ご褒美をもらえた人たちだけがその優勝校になるわけですから、うん、まあ、あんまりこう差はないかなって僕は思ってるんですけどもね、はい、今回初々しさの快進撃っていうのがまあテーマなわけですけども、うん、はい、初めて出場したチームで初優勝しちゃったと、それこそ初々しずくめの優勝ですか、チームってのはどれぐらいあると思いますか。どれぐらいですかね。意外と多かったりするんじゃないですか。正解はこちらになっておりますね、はい、春が10校、夏が8校ということで、春夏合わせても10年に1回、10年に1回でもあるんですね。春1960年の徳島、はい、海南高校はその時の、まあ、エースが、はい、かの有名なジャンボ尾崎さんと言いますからね。初出場、初優勝したきり、もうそれから甲子園に慣れていないと、その1回出た時に優勝したと、はい、もう一つこういう時にあんまり語られないんですけど、はい、昭和46年1971年の桐蔭学園高校、はい、これは私の母校でございますね、まあ、私はその当時はまだ系列の中学にいたんですけれど、はい、中学生も動員してされて、まあ、応援に行くわけですね、得したなと思いましたね。甲子園の優勝ってのは割にすぐできるもんなんだなとでその学校が浮かれまして、はい、今度あのペナントを発売したりですね、まだペナントぐらいならまだしも、はい、LP レコードまで出してしこれってのは歌ですか。いや、その実況が入っている。はあ、その当時は、まあ、ビデオも DVD もないですけど、はい、買っちゃいましたね。負けた方もちゃんとこう叩いてるんですね。うーん、敗れて悔しいわ岩城高校とね、このフィーバーぶりが分かると思いますよね。いかに有頂天になって騒いでたかって、ね、いやでも初出場で初優勝ですからやっぱ浮かれるんじゃないですか。それは LP の1枚も出ますよ、ね、LP ぐらいは出しちゃうんじゃないかと。荒、うん、木さんにとってこの甲子園といったものはどういったものですか。もう僕らにとってもまさしく聖地そのものですね、うん、マウンドこのラインのところを、うん、こう越える時っていうのは何かこうなんか来るものがありますよね。マウンドに向かう途中なんか特に、なんかあの神宮球場ではそんなこと絶対しないのに、はい、甲子園球場に行くとキャッチャー連れてってそこでマウンドでピッチング練習して頭の中にはこう実況が流れてるのかもしれない聖地なんですね。それだけマウンドに立ちましたとか、野球少年だったらやはり誰もが、ね、目指す場所ですもんね。そうですね、ね、はい、いいな、僕もやっぱ行きたかったな。すごいですね、やっぱ 全景色違いますか。いや、もう本当に、震えるぐらいのね、そうなんだ。やっぱり高校野球の甲子園球場というのはもう本当に特別な場所だと思います。ありがとうございます。さあ、というわけで名勝負の秘密はですね、次回で最終回となります。テーマは奇跡の逆転劇、レジェンドはこの方です。金村義明さんに来ていただきます。ということは荒木さんとの試合も当然、うん、はい、僕たちもやられました、うん、本日は荒木さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。高校野球
球全国大会が始まって100年、興奮と感動を呼んだ名勝負の秘密が今夜明らかに。レジェンドが語る名勝負の秘密第3夜は、ウイウイしさの快進撃です。そして今夜お供していただくのは漫画家の八久満さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけで今夜のテーマ、ウイウイしさの快進撃というわけなんですが、まあ、高校生となりますとね、はい、3年生だとおっさんみたいなのもいたりするんですが、そんな中に1年生が入ってくると余計目立つんですよね、うん、中学校卒業してまだ4ヶ月かそこそこですから、はい、その中で活躍するというのは相当の度胸といいますか、かなりのメンタルを持っている。持ってますよね。お兄さんたちとやるんですからね。それでは快進撃のレジェンドをご紹介いたします。1980年夏、1年生Sで快進撃を続けました荒木大輔さんです。お願いします。よろしくお願いします。さあ、というわけで荒木さんは5期連続で甲子園出場というわけで、はい、通算12勝、旧制中学時代を除けばエースとして出続けているのは前回出演いただいた桑田さんとお二人のみと、はい、すごいですね。連続出場1年生ですと、はい、何かこう怖いもの知らずというか、そういうのができなくて当たり前みたいな、そういうちょっとまあ開き直りみたいな、そういう気持ちの中でプレーしていたのは覚えてますね。まあ、実力もさることながらね、はい、そのアイドル的人気がね、はい、まあ、いろいろ面はゆい面もあったかもしれませんけど、もうほっといてもそうなっちゃったですからね。ああ、大変でした。まずは実力も人気も兼ね備えた荒木さんの甲子園衝撃のデビューです。昭和55年夏、早稲田実業は 1,2 年生が主体のチーム。当初は全く注目を浴びていませんでした。迎えた初戦、マウンドに上がったのは背番号11をつけた1年生エース、荒木大輔投手16歳でした。相手は優勝候補として注目されていた大阪の北陽高校。地区予選のチーム打率は3割7分4厘、出場校の中で最強の打線でした。ピッチャーじゃなかったんですか、はい、これどのあたりからこの甲子園の夏マウンドに上がる経緯というのを。エースの方がですね、大会直前にバント練習してる時にふくらはぎに投球を受けてしまったんです、はい、マシンの投球を、うん、ある種急遽投げなさいみたいな感じで、行くぞみたいな感じで言われてマウンドに立ちました。その舞台に立つというふうに決まった時っていうのはどういった思いでしたか。いや、もう嬉しかったですね。人の怪我を喜ぶわけじゃないですけれども、そこでもういきなり初戦から投げさせてもらえるわけですから、もう嬉しくて、勝つとか打たれるとかそういうことじゃなくて、マウンドに立てるっていうこの喜びだけですね。2回戦、甲子園の歴史に残る1年生エースの快進撃が続きます。この試合も許したヒットわずか3本で無失点。そして3回戦は奪三振ショー。ああ、いい球ですね。三振。全部シュート回転してるでしょ。あれがなんとなく自分で分かったんですよ。あれもうほとんど狙って投げてて、あれを右バッターの時もちょっと甘めにベースに乗せるぐらいの感覚で投げたりとか。ボールのご自身の癖といいますか、そういうものをしっかり利用した中での投球だったと。はい、高校野球ってこうやったら抑えられるのかなみたいな、なんとなく自分で分かったんですよ。曲がることを前提に前提、ね、はい、配球していく。だから冷静ですね、本当ね。冷静でね、すごいですね。癖玉を生かして10個の三振を奪っての完封勝利。1年生エースの活躍につられ、チームメイトも伸び伸びとプレー。当初注目されていなかった早稲田実業は目を見張る躍進を続けます。すごい快進撃が続いて、2年生3年生のこう対し方みたいなのは変わってきたりはしなかったんですか。途中からもう荒木先輩なんて言うようになったり。全くないですね、はい、もう本当は1年生のまま、うん、よく僕にいたずらちょっかいを出してくる先輩でリラックスさせてくれた、うん、はい。荒木投手は初戦から3回戦までなんと1点も与えず、準々決勝も無失点で完封。
そして準決勝も完封勝利。ここまで帰りのバスに向かうのもガードマンが人垣を作って守ります。うわあ、本当だ。他の選手も気恥ずかしいでしょうね。みんな荒木のなんだけど、一応俺もみたいに行くな。練習場にも荒木投手を一目見ようと女性ファンが殺到しました。アイドル雑誌や週刊誌も荒木投手を追い続け、大ちゃんフィーバーとなりました。あの高校野球の聖地たる甲子園が、はい、うん、途中からアイドルのコンサート並みの、まあ、騒ぎになっちゃったわけですね。もう野球雑誌のみならず、そのそれこそグラビアアイドル並みのね、うん、あの雑誌に載ったりとかね、うん、普通に野球雑誌以外の取材とかもやはり、あの女の子の高校生向けの雑誌が、はい、やったりとか。これはポーズに応じたりしてたんですか。そうです、これは井の頭公園なんですけど、そこでちょっとやってみて締めてくださいみたいな。こちらもこれユニフォーム姿分かりますけど、ちょっと右側下のこの頃から出てきたんですね、こういう遠巻きにあのアラのショットを撮るっていう、ね、生着替えですよね。なんかあの同級生となんかこの話したような気がしますね。やばいなみたいな。こういうのは明らかに荒木大輔が多分最初ですね。その前のこうアイドル的人気の出た人もいましたけど、うん、その頃はまだこういう文化はなかったですからね。はあ、しかもこの荒木大ちゃんフィーバーが社会現象になったことの一つとして、はい、大輔っていう名前がね、うん、当時のこう新成人、はい、命名されるケース。連続でずっとその大輔という名前が1位になって、あれ最近大輔増えてきてんなみたいな。確か松坂もそうですよね。はい、そうです、ね、松坂さんのお母様がファンでっていう由来ですよね。はい、だから僕あの松坂君が甲子園出た時にスタンドまで、はいはい、あの正岡君のお母さんにですね、はい、挨拶に行って、いつもお世話になってますけど、ね、何のお世話になってるか分かんないんですけど。さあ、そしていよいよ1年生エース荒木さんが夏の大会の決勝戦を迎えます。早稲田実業、夏の初優勝なるか、そして連続無失点の大記録なるか、日本中が注目した決勝戦です。迎えた決勝戦、甲子園には4万8000人の大観衆が詰めかける。この強敵を相手に1年生が驚きのピッチングを見せます。あっと振ってしまいました、三振です。キレのある速球は打者の手が出ない外角低めに決まります。鋭く落ちる変化球、ストライクゾーンから逃げていきます。5回まで1本のヒットも許しません。いやー、すごいですね、1年生でこの初めての甲子園というのはどういったお気持ちでしたか。本当に憧れのね、地なので、はい、もう本当に緊張感もうそれだけですね。5回ぐらいまでほとんど覚えてないんですよ。すごい落ち着いてるようにね、はい、VTR では気がついたらもう5回ぐらいになってたんです。そしてノーヒットノーランがささやかれ始めた6回、流し打ち、三塁線飛びついた、フェア、一塁高い球です。これがヒットとなり記録が途絶えます。しかし全く動じません。空振り三振、ピンチを見事に抑えます。冷静です、1年生ですもんね。無失点のまま9回、真正面セカンドに送って試合終了。許したのはあの内野安打の1本、あわやノーヒットノーランというピッチングで優勝候補をねじ伏せ、一気に日本中の注目を集めたのです。1安打ピッチング、いや、もう出来すぎも出来すぎだと思いますね、はい、前日の夜とかっていうのはどういった状況でしたか。まずは監督に荷物をまとめろって、はい、うん、荷物をまとめろ、帰る準備してから球場に行くからお前ら荷物まとめとけって言って、というのそれはある意味縁起が悪いと言いますか、負けたらおしまいなわけじゃないですか。明日帰るぞっていうふうに言われたんですよ、はい、で僕らも当然ねこの人何言うのかなとか思いながら聞いてたんですけど、まあ監督に言われたんで、はい、もう荷物まとめて部屋の隅に
並べて、それで出発したわけですけども、はいはい、逆に退路を立てということなんですかね、ですかね、うん、ちなみに荒木さん高校に入ってもすぐにやはりエースとして高校1年の春に入学直後に試合出させてもらったんですが、はい、デビューは三塁手だったんですよ。44回3分の1を無失点、それは夏の甲子園の連続無失点記録45回の更新にあと1回と迫るまでになっていたのです。さあ改めてですね、1回戦からのスコアをちょっと表示していきたいと思いますけれども、ゼロが続きましたね。最初の出場の時にほぼほぼ完璧、ものすごい冷静なんですよね。いやすごいですね。どうしてここまでこういった成績が1年生残せたと思いますか。1試合1試合が大きな自信になっていったのは覚えてますね、はい、やっぱ試合から得るものっていうのはやはり練習から得るものとやっぱ格段に違うものってありますか、はい、自信がもう大きく得られるので、うん、これはもうすごいです。どうやったらいいコースに行ったりバッターが打ちにくいボールになったりするのかなっていうのはやっぱり途中からやっぱ考えるようになって、そこがまた1年生なのかもしれないですよね、はい、一番こうガンガン吸収しちゃって何か不思議なパワーがやはりあったみたいな、甲子園によく魔物が、はい、いらっしゃる、いらっしゃるって言い方変ですけど、はい、もう完全に僕は魔物がうちの学校に降りてきた感じがしましたね。その感覚っていうのは、はい、ね、先輩たちもですね、こんなにうまい先輩たちじゃなかったような気がするんですよ、はい、あんなに僕守備うまくなかったと思うし、あんなに打てなかったと思うんですよ、予選の時とか。この人なんか全く打てなかった人なんですよ。はい、いい魔物なんですね。いい魔物が、はい、オクラのとこに置いてきてくれた魔物はいい魔物ですね。あれ、あまりいたずらもしない、みんな動きいいぞみたいな、はい、大活躍の荒木投手、その周りはとんでもない状況になっていました。宿舎から試合に向かうところをファンが待ち伏せ。連日甲子園のスタンドは女性のファンで埋め尽くされました。さらにはこんな T シャツも。すごいですね。こういうものがもうすでに販売されてたんですか。こういうもの、これ自分でお手製、うん、作ったんじゃないですか。にしては完成度が高い。すごいですね。本気度が伝わってきます、ね、いやこれかなり本気度を伝わってきますね。はあ。決勝までの5試合を連投してきた荒木投手、球数は554球に達していました。そして投じた555球目。さあ、センターは抜かれた、同点です。ついに点を取られました。取られましたね。いい無失点記録は消えました。疲れはどうだったんですか。もう麻痺してますね。リトルリーグから野球始めましたけど、はい、その連続で完封なんていう あんまり記憶がないので、どっかで必ず打たれてるので、はいはい、記録が途絶えた直後、あ、防具でしょうか、ね、防具です、ね、プレートに足を添えてボールを落としてしまいました、はい、野球人生で初めての防具。決勝戦は3回で5失点。快進撃を続けてきた1年生エースはマウンドを降りました。そして横浜が6対4と2点リードで9回、16歳の快進撃は準優勝で終わりました。得点の後のボーク、はい、ボールを落としてしまいましたけど、あれっていうのは多少動揺とかあったんですか。動揺はしていた記憶ないんですね。リトルリーグの時の監督に、はい、ボールはもう本当に軽く持ちなさいと、もう本当に生卵を持つようにもう軽く持ちなさいという感じで教わってたので、それはずっと守り通したんですね。でやっぱりちょうどたまたま当たってしまったわけです。ただこれ見てる方からすると1年生エースが1回戦から頑張って、うん、もう今も突き果てるその直前みたいに映ったんじゃないのかなと思うんだよね。今まで
ずっとゼロ更新が続いて得点を取られた後のあの瞬間ですね。バテバテなんじゃないのか荒木大輔みたいに見えちゃったかもしれないね、あれでね。この1年生で決勝まで行ったというのはどういうものですか。高校野球のやっぱり、最初に入学して4ヶ月後にもう最高峰を見られたわけですね、はい、高校野球の。そうですよね、はい、ですからやっぱり上には上がすごくいるんだなっていうのを感じさせられたのがやっぱりこの大会なので、で、あの甲子園球場で試合をすることによって自分たちってこんなに成長できたっていうものも感じられたので。甲子園を沸かせた多くの選手たち、それぞれの初めての甲子園です。まずは1年生で出場し大活躍した選手です。清原和博選手、1年生から PL 学園の4番に君臨。決勝戦では甲子園初ホームランを放ち見事優勝をつかみました。大阪桐蔭の中田翔選手は1年生で5番バッター。そのパワーを見せつけました。ピッチャーだったんですもんね。投手としても活躍、ベスト4に進出する原動力となりました。最初は悔しい結果で、それをバネにした選手たちもいます。1年生で星稜の4番に座ったマッ、ピンチを見事に抑えます。冷静です。1年生ですもんね。無失点のまま9回、真正面セカンドに送って試合終了。許したのはあの内野安打の1本、あわやノーヒットノーランというピッチングで優勝候補をねじ伏せ、一気に日本中の注目を集めたのです。1安打ピッチング、いやもう出来すぎも出来すぎだと思いますね、はい、前日の夜とかっていうのはどういった状況でしたか。まずは監督に荷物をまとめろって、はい、荷物をまとめろ、帰る準備してから球場に行くからお前ら荷物まとめとけって言って。というのそれはある意味縁起が悪いと言いますか、負けたらおしまいなわけじゃないですか。明日帰るぞっていうふうに言われたんですよ。僕らも当然ね、この人何言うのかなとか思いながら聞いてたんですけど、まあ監督に言われたんで、もう荷物まとめて部屋の隅に並べて、それで出発したわけですけども、はい、逆に退路を立てということなんですかね。ですかね。ちなみに荒木さん、高校に入ってもすぐにやはりエースとして、高校1年の春に入学直後に試合出させてもらったんですが、デビューは三塁手だったんですよ。ピッチャーじゃなかったんですか。これどのあたりからこの甲子園の夏マウンドに上がる経緯というのを。エースの方がですね、大会直前にバント練習してる時にふくらはぎに投球を受けてしまったんです、はい、マシンの投球を、うん、ある種急遽投げなさいみたいな感じで、行くぞみたいな感じで言われてマウンドに立ちました。その舞台に立つというふうに決まった時っていうのはどういった思いでしたか。いやもう嬉しかったですね。人の怪我を喜ぶわけじゃないですけれども、そこでもういきなりあの初戦から投げさせてもらえるわけですから、もう嬉しくて、勝つとか打たれるとかそういうことじゃなくて、マウンドに立てるっていうこの喜びだけですね。2回戦、甲子園の歴史に残る1年生エースの快進撃が続きます。この試合も許したヒットわずか3本で無失点。そして3回戦は奪三振ショー。ああいい球ですね。全部シュート回転してるでしょ。あれがなんとなく自分で分かったんですよ。あれもうほとんど狙って投げてて、あれを右バッターの時もちょっと甘めにベースに乗せるぐらいの感覚で投げたりとか、ボールのご自身の癖といいますか、そういうものをしっかり利用した中での投球だったと。はい、あの高校野球ってこうやったら抑えられるのかなみたいな、なんとなく自分で分かったんですよ。曲がることを前提に前提ですね、はい、配球していく。だから冷静ですね、本当ね。冷静でね、すごいですね。伏せ球を生かして10個の三振を奪っての完封勝利。1年生エースの活躍につられチームメイトも伸び伸びとプレー。当初注目されていなかった早稲田実業は
目を見張る躍進を続けます。すごい快進撃が続いて、2年生3年生のこう対し方みたいなのは変わってきたりしなかったんですか？途中からもう荒木先輩なんて言うようになったり全くないですね、はい、もう本当は1年生のまま、うん、よく僕にいたずらちょっかいを出してくる先輩でリラックスさせてくれた、うん、はい、荒木投手は初戦から3回戦までなんと1点も与えず。高校野球全国大会が始まって100年、興奮と感動を呼んだ名勝負の秘密が今夜明らかに。レジェンドが語る名勝負の秘密第3夜は、ウイウイしさの快進撃です。そして今夜お供していただくのは漫画家の薬満さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけで今夜のテーマ、ウイウイしさの快進撃というわけなんですが、まあ、高校生となりますとね、はい、もう3年生だとおっさんみたいなのもいたりするんですが、そんな中に1年生が入ってくると余計目立つんですよね、うん、中学校卒業してまだ4ヶ月かそこそこですから、その中で活躍するというのは相当の度胸といいますか、かなりのメンタルを持っている。持ってますよね、お兄さんたちとやるんですからね。それでは快進撃のレジェンドをご紹介いたします。1980年夏、1年生 S で快進撃を続けました荒木大輔さんです。お願いします。お願いします。さあ、というわけで荒木さんは5期連続で甲子園出場というわけで、はい、通算12勝、旧制中学時代を除けばエースとして出続けているのは前回出演いただいた桑田さんとお二人のみと、はい、すごいですね。連続出場1年生ですと、はい、何かこう怖いもの知らずというか、そういうのができなくて当たり前みたいな、そういうちょっとまあ開き直りみたいな、そういう気持ちの中でプレーしていたのは覚えてますね、まあ、実力もさることながらね、はい、そのアイドル的人気がね、はい、まあ、いろいろ面白い面もあったかもしれませんけど、もうほっといてもそうなっちゃったですからね。ああ、大変でした。まずは実力も人気も兼ね備えた荒木さんの甲子園衝撃のデビューです。昭和55年夏、早稲田実業は 1,2 年生が主体のチーム。当初は全く注目を浴びていませんでした。迎えた初戦、マウンドに上がったのは背番号11をつけた1年生エース荒木大輔投手、16歳でした。相手は優勝候補として注目されていた大阪の北陽高校。予選のチーム打率は3割7分4厘、出場校の中で最強の打線でした。この強敵を相手に1年生が驚きのピッチングを見せます。ガッと振ってしまいました。三振です。キレのある速球は打者の手が出ない外角低めに決まります。鋭く落ちる変化球、ストライクゾーンから逃げていきます。5回まで1本のヒットも許しません。いやー、すごいですね。1年生でこの初めての甲子園というのはどういったお気持ちでしたか？本当に憧れのね、地なので、はい、もう本当に緊張感もうそれだけですね。5回ぐらいまでほとんど覚えてないんですよ。すごい落ち着いてるようにね、はい、VTR では気がついたらもう5回ぐらいになってたんですよ。そしてノーヒットノーランがささやかれ始めた6回、流し打ち、三塁線飛びついた、フェア、一塁、高い球です。これがヒットとなり記録が途絶えます。しかし全く動じません。井の頭公園なんですけど、そこでちょっとやってみて閉めてくださいみたいな。こちらもこれユニフォーム姿分かりますけど、ちょっと右側下のこの頃から出てきたんですね、こういう遠巻きにアラのショットを取るっていう、ね、これ生着替えですよね。でなんかあの同級生となんかこの話したような気がしますね。やばいなみたいな。こういうのは明らかに荒木大輔が多分最初ですね。その前のこうアイドル的人気の出た人もいましたけど、うん、その頃はまだこういう文化はなかったですからね、はい、しかもこの荒木大ちゃんフィーバーが社会現象になったことの一つとして、
大輔っていう名前がね、うん、当時のこう新成人に命名されるケース、はい、連続でずっとその大輔という名前が1位になって、あれ最近大輔増えてきてんなみたいな。確か松坂もそうですよね。はい、そうです、ね、松坂さんのお母様がファンでっていう由来ですよね。だから僕はあの松坂君が甲子園出た時にスタンドまで、はい、あの松坂君のお母さんにですね、はい、挨拶に行って、いつもお世話になってますってことで何のお世話になってるか分かんないんですけど。さあ、そしていよいよ1年生エース荒木さんが夏の大会の決勝戦を迎えます。早稲田実業、夏の初優勝なるか、そして連続無失点の大記録なるか、日本中が注目した決勝戦です。迎えた決勝戦、甲子園には4万8000人の大観衆が詰めかけました。決勝の舞台というのはやはり違ったものなんですか？雰囲気はやはり違いますね。独特なものがありましたし、相手は横浜高校、大会屈指の左腕愛校武史投手を擁していました。1回表、早稲田実業はワンアウト二塁三塁のチャンスをつかみます。おや、やりました。早稲田実業1点を先取しました。そしていよいよ16歳の1年生エースがマウンドに上がりました。大会記録の更新に注目が集まります。ピッチャー荒木大輔は44回3分の1無失点、今日この1回を投げ切りまして無得点に抑えますと1大会での記録を破ります。やはりこれは意識はされてましたか？もう本当この大人の人たちは人にプレッシャーかけてるのかなっていうぐらいの感じですねもうそうですよね、はい、きっと記者の方たちとかだと、もうインタビューお話を、ね、聞くとなればその記録のことを触れてっていうふうになりますよね、そうですね、はい、向こうは向こうでね、絶対そういう質問になるのはもう、はい、今となってはもう分かりますけれども、はい、カーブに合わせましたがセカンドが追いつき、ファーストに任せました。ワンアウト、あとアウト2つで連続無失点の新記録。続く2番バッター、ここで突如コントロールが乱れます。これもちょっと高めです。3番愛校選手に対してはこれまで自在に操っていた癖玉が打たれてしまいます。準々決勝も無失点で完封。そして準決勝も完封勝利。ここまで44回3分の1を無失点。それは夏の甲子園の連続無失点記録45回の更新にあと1回と迫るまでになっていたのです。さあ、改めてですね、1回戦からのスコアをちょっと表示していきたいと思いますけれども、ゼロが続きましたね。最初の出場の時にほぼほぼ完璧、ものすごい冷静なんですよね。いや、すごいですね。どうしてここまでこういった成績が1年生残せたと思いますか？1試合1試合が大きな自信になっていったのは覚えてますね、はい、これやっぱ試合から得るものっていうのはやはり練習から得るものとやっぱ格段に違うものってありますか？はい、あの自信がもう大きく得られるので、うん、これはもうすごいです。どうやったらいいコースに行ったりバッターが打ちにくいボールになったりするのかなっていうのはやっぱり途中からやっぱ考えるようになって、そこがまた1年生なのかもしれないですよね、はい、一番こうガンガン吸収しちゃって、何か不思議なパワーがやはりあったみたいな。あの甲子園によく魔物がいらっしゃる、はい、いらっしゃるって言い方変ですけど、はい、もう完全に僕は魔物がうちの学校に降りてきた感じがしましたね。その感覚っていうのは、はい、あのあったんですね。先輩たちもですね、こんなに上手い先輩たちじゃなかったような気がするんですよ、ね、あんなに守備上手くなかったと思うし、あんなに打てなかったと思うんですよ、予選の時とか。この人なんか全く打てなかった人なんですよ。
いい魔物なんですね。いい魔物が、オクラのとこに置いてきてくれた魔物はいい魔物ですね。あれ、あまりいたずらもしない、みんな動きいいぞみたいな、はい、大活躍の荒木投手、その周りはとんでもない状況になっていました。宿舎から試合に向かうところをファンが待ち伏せ。連日甲子園のスタンドは女性のファンで埋め尽くされました。さらにはこんな T シャツも。すごいですね。こういうものがもうすでに販売されてたんですか。こういうもの、これ自分でお手製、うん、作ったんじゃないですか。にしては完成度が高い。すごいですね。本気度が伝わってきますね。いや、これかなり本気度を伝わってきますね。はぁ、あ、帰りのバスに向かうのもガードマンが人垣を作って守ります。うわぁ、本当だ。他の選手も気恥ずかしいでしょうね。みんな荒木のファンなんだけど、一応俺もみたいに行くな。練習場にも荒木投手を一目見ようと女性ファンが殺到しました。アイドル雑誌や週刊誌も荒木投手を追い続け、大ちゃんフィーバーとなりました。の高校野球の聖地たる甲子園が、はい、うん、途中からアイドルのコンサート並みの、まあ、騒ぎになっちゃったわけですね。もう野球雑誌のみならず、そのそれこそグラビアアイドル並みのね、うん、あの雑誌に載ったりとかね、うん、普通に野球雑誌以外の取材とかもやはり、あの女の子の高校生向けの雑誌が、はい、ファッション誌やったりとか、これはポーズに応じたりしてたんですか。そうです、これは